道路標識日本の道路標識標識の設置管理者による違い。手前の福音現象、助行は道路管理者が設置、奥の大型貨物自動車等通行止め、最高速度 30km 毎時の規制の始まりは公安委員会が設置したもの。道路管理者と公安委員会とで支柱は別々に建てられている。上から一時停止。 駐車禁止、横断歩道の3つを路側式で設置した例。一番上の一時停止標識は2017年から設置が始まった新形式で英語のストップが併記されている。東京都板橋区2018年設置。日本の道路標識では日本における道路標識について記述する。日本では道路上の安全と円滑のために 道路標識が設置され、その様式や設置方法などは、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令に基づいて定められている。日本における道路標識は本標識と、その本標識に付属する役割を持つ補助標識に区別されている。道路標識を設置する主体は、 都道府県公安委員会と道路管理者に分けられる。道路標識の源流は江戸時代から設置が始まったとされる道標であり、日本で統一されたデザインの標識が設置され、始めたのは大正時代のことである。その後、国内における道路交通情勢の変化に応じて、様式の変遷、追加が行われ現在に至る。一時停止と横断歩道。いずれも、 本標識であり、上の一時停止は、規制標識、下の横断歩道は、指示標識に区分される。日本では、道路標識は道路における、交通の安全と円滑を図るために設けられる。路面表示や信号機とは、有機的あるいは補完的に設けられる。日本の道路標識を対別すると本標識と補助標識に分けられる。本標識は、案内標識。 警戒標識、規制標識、指示標識の4つに区分され、補助標識は本標識に付属するものとしている。案内標識は、道路案内のため、主に青字、または緑地に、白の2色で表された標識で、目的地の方向や距離、現在地の情報、道路の路線番号などを通行者に伝えるために、設置される。警戒標識は記事に、 黒の2色で表されたひし形の標識で、その先の交差点や、踏切、車線現象、信号機や学校があることを通行者に注意を促すために設置される。規制標識は赤字に青、白、または青字に白で表される。多くは円形あるいは四角形、逆三角形の標識で、通行者に通行規制や、禁止事項を伝えるために設置される。 指示標識は青地に白の2色で表される主に五角形や正方形の標識で横断歩道、中央線、駐車か優先道路などを運転者に伝えるために設置されるものである。補助標識は距離や区域、時間、車両の種類、方向など本標識を補足するための標識で本標識のもとに設けられる。なお、これ以外に案内、注意喚起、 指導用の看板類が設置されることがあるが、これらは一般に道路標識には含まれない。しかし、法令上で正式には定められていない標識として、法定外標識と呼ぶことがある。道路標識を設置、管理する主体で区別すると、都道府県公安委員会が所轄するものと、道路管理者が所轄するものに分けられる。規制標識及び指示標識は、 都道府県公安委員会、道路管理者の両者が所轄する対象となるもの、もしくはどちらか片方が所轄するものが混在する。その一方で、案内標識と警戒標識はすべて道路管理者の元で設置、管理が行われている。法令上では定められていないが、交通に対する案内、警戒、規制、指示の内容を表現するために用いられる板を、標識版。 その標識板を固定するために用いられる支柱を標識柱と呼ぶ。陸上で国境を接する国同士では自動車による越境が日常的に行われているが島国であり他国と接続する道路を持たない日本ではこのようなことがないため日本とそれ以外の国では道路標識の内容やデザインに大きな差がある。そもそも国家間で道路標識や 交通制度を統一することは陸路貿易の活性化や交通安全保持のために必要であり実際に多くの国が道路標識及び信号に関するウィーン条約に則って道路標識を制定しているこの条約で提示された国際連合道路標識は古くから国境を越えて道路網が発展してきたヨーロッパの様式をもとに 母語に関係なく意味が理解できるように設計されているため、結果的にこの目的にかなうものとなっている。日本はウィーン条約を批准しておらず、さらに独自の基準で道路標識を制定しているため、諸外国との統一性はあまり見られない。実際は一部ウィーン条約を尊重した法整備や法日外国人のレンタカー利用増加に向けた対応を行っているものの、 依然として国際標準とは大きく異なっている。例えば一時停止の標識は国際的に八角形または円形が一般的だが日本は逆三角形のものを使用している。漢字のみでデザインされた標識もありこのように外国人旅行者がその意味を介するのが困難な標識は運転時に混乱を引き起こしストレスや 事故の原因となり得るため、国連標識に近づけるなどの対策や再整備が必要であるという指摘がある。2019年に行われた中部国際空港から、レンタカーを利用する外国人への調査によると、一時停止の標識の意味を理解できる外国人の割合は3割以下であった。一方、 日本の禁止を表す標識は原則として赤い丸に赤い車線を加えるという原則が保たれているためこれと赤い丸のみで禁止を表す標識が混在する国連標識などと比べて統一感があると言えるなお日本は他国と比べて道路標識が数多く至るところに設置されている公安委員会が設置する道路標識が他国と比べ多い理由は 道路もが密であり、主要幹線道路も都市内を貫通することで、通貨交通と地域交通が混在しており、これらの道路環境の中で安全と円滑を確保するには、きめ細やかな交通規制を実施せざるを得ないからである。道路管理者は、道路の構造を保全し、または交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に、 道路標識または区画線を設けなければならない。道路法第45条都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、または、交通郊外その他の道路の交通に禁する、障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機または道路標識等を設置し、及び管理して、 交通整理、歩行者または車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において緊急を要するため道路標識等を設置する糸間がないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会はその管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、 道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。道路交通法第4条道路法、道路交通法に基づき道路管理者と都道府県公安委員会は道路標識を設置しなければならない。全校の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、 内閣府令、国土交通省令で定める。道路法第45条、第2項道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令、国土交通省令で定める。道路交通法第4条第5項ここでいう、内閣府令、国土交通省令が、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令である。 標識例によって、様式や設置基準、設置主体が規定されている。なお、都道府県や市町村が設置する案内標識や、警戒標識の寸法や、文字の大きさは条例によって、独自に定めることができる。法律には定められていない事故に関しては、マニュアルや基準が整備され、これに則っ,って、計画、設計、施行、維持管理が行われている。 道路交通法に基づく交通規制は道路標識または道路表示による明示によって初めて強制力を持つものであり、明示がない場合は法定の規制が働く。この原則を標識表示主義と呼ぶ。すなわち、交通規制を行う規制標識、指示標識はわかりやすさ、見やすさがなければ効力が発生せず、 適法な設置の標識でも認識できない状況の、ものはその効力が失われる。そのため、樹木に隠れるなどして見づらい、規制標識、指示標識は無効となる。公安委員会から、正規の手続きを受けないで設置された、規制標識、指示標識も、無効とされ、たとえ取り締まりを行ったとしても違反者に対して、反則金の返還や違反歴の削除を行うことと、 なる。標識を設置する際は、建築限界を犯さず、視認性を損なわないようにしなければならない。道路標識の設置方法に関しては、道路管理者と公安委員会との設置主体の違いによって、道路利用者に不便な道路標識が設置されているという指摘が存在する。同じ情報が複数表示されることのないよう、 標識版の集約化などを行うことが望ましいとされている。道路標識の設置方式は、標識柱の形態によって以下のように分類される。多設地域において、標識版に着設することは視認性の悪化を招くため、標識版を傾斜して設置して、風の流れを強くすることで着設を防止してきた。一方で、大型の案内標識板は裏面に、 雪が積もって落雪が起こることがあるため、それを防ぐために、フラット型、屋根型、カバー型などの方法で、標識板裏面の積雪を防いでいる。道路標識の基礎は、標識板や標識柱の自長及び、風荷重を安全に地盤に伝え、標識を堅固にする。道路標識の基礎は、以下のものが一般的である。標識例において、 道路標識の寸法が規定されている。一部の案内標識は寸法の制限が設けられてなく、代わりに文字の大きさの基準値が設けられている。道路の設計速度や交通の条件によって道路標識の拡大や縮小が可能である。警戒標識の場合、設計速度が時速 60km 以上の道路においては規定の2倍の大きさまで標識を大きくでき、 設計速度が時速 100km 以上の場合は同様に2.5倍の大きさまで大きくできる。一方、規制標識や指示標識は規定の2倍の大きさまで拡大、または1、2倍の大きさまで縮小できる。拡大する場合は通常は1.5倍に拡大したものを採用される。道路標識の基準は従来はべての道路について、 標識例によって規定されていたが、司法文献の流れの中で、2012年4月1日からは、都道府県道や市町村道で設置する標識の寸法については、道路管理者である自治体の条例で定めることになった。具体的には、道路法第45条の規定が改正され、以下のようになった。都道府県道または市町村道に設ける道路標識の内内閣不礼。 国土交通省令で定めるものの寸法は、全校の規定に関わらず、同校の内閣府令、国土交通省令の定めるところを散策して、当該都道府県道または、市町村道の道路管理者である、地方公共団体の条例で定める。道路法第45条第3項このように、改正されたきっかけは、金沢市が2006年3月31日に、 内閣府の構造改革特別区域に認められ、この特区の全国展開として、地域の特性に応じて、柔軟に対応できるよう基準を緩和すべきと判断されたためである。標識版は夜間における、視認性を確保するための方式によって、以下のように分類される。道路標識に用いられる色彩は、標識例では、緑色、青色、黄色などとされているのみであり、 具体的な色度の指定はされていない。一方で、日本産業規格だが、周辺環境や景観との調和のために異なる色を用いることもある。その場合は、ダークグレーやダークブラウンなどが採用される。以下の説明においては、標識の番号を示す案内標識案内標識は、道路利用者に対して市町村の境界、目的地や、 通過地への方向及び距離などを示すとともに、利用者の利便のため必要な沿道に関する各種の案内を行う標識である。すべての案内標識が道路管理者によって設置される。警戒標識警戒標識は道路利用者に対して沿道における運転上の危険、または注意すべき事象を予告する標識である。警戒標識の過度な設置は、 警告効果を弱める原因であるため、適正な設置計画が重要である。すべての警戒標識が道路管理者によって設置される。デザインはアメリカに習ったもので、黄色地に黒縁、黒模様のひし形。通常の大きさは一辺45センチメートル。死人が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として、 交差点手前30から120メートルの間に設置する。曲線が開始する30から200メートルの間に設置され、道路の状況から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている。設計速度と縦断勾配の大きさから見て、急勾配の手前30から200メートルの間に設置される。標識にある、 水平方向に100メートル進むと M 上がるということを示している。例えば5%は水平方向に100メートル進むと5メートル上がる勾配である。街灯の部分から50から200メートル手前の設置を原則としているが、道路工事中のみ、補助標識、距離、区域の併設で1キロメートル手前から設置することができる。規制標識規制標識は、 道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、もしくは道路利用者の道路への出入りを制限するために設置される標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものがある。多くが円形で、絶対的な禁止を示すものは赤の縁取りで青字、肯定的な命令や指定を示すものは青字で、白字が使われる。 通常の円形の場合の大きさは直径 50cm、赤の縁取りを入れる場合その円の幅 8cm、赤の車線を入れる場合角度45度、幅 4cm。補助標識を伴い一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。歩行者に向けた規制標識は一辺 90cm の正方形が用いられ、 一方、通行の標識の形状は、例外で長方形が用いられている。対象は、車両と路面電車。対象は車両。歩行者横断禁止を除き、対象は車両。指示標識指示標識は交通上必要な地点などを指示するために設置される標識。大部分は、公安委員会が設置にかかるが、規制予告のみ道路管理者も設置ができる。 四角形、青字で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺6 0トルただし、横断歩道は歩行者保護を目的に特別な五角形が採用され、辺の長さは底辺と斜辺が6 0トルその他の辺が2 0トルである。本標識に付属して本標識の意味を補足する標識。一部を除き、 横長で、白地に黒地、または赤である。補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。他法定外標識とは、道路管理者によって設置された標識のうち、標識例で定められた様式ではないものを指す。法定標識と同じく交通の安全と円滑のために設置されているが、 法定標識では伝えられない事項を伝えることを目的としている。法定標識と区別するために看板と称することも、形状や色彩に規定はないが、設置方法は道路標識に準じている。その特徴から内容は様々なパターンに分かれており、適切な計画及び基準を設けなければ、道路利用者に誤解や混乱をもたらす恐れがある。 道路両者に案内する目的で設置される法定外標識の一例としてアジアハイウェイ標識や距離表などが挙げられる。道路標識の工事施工は一般の土木工事と共通している部分が多いが共用中の道路で作業することがあるため交通安全や施工管理には十分な注意が必要である。標識の設置は基礎設置、標識柱立て込み、 標識板通り付け、検査の順で行われる。なお、一連の作業の準備項として、設置位置を選定し、埋設台帳や支掘により埋設物の調査を行う、必要がある。標識の撤去は、標識版取り外し、標識柱撤去、基礎撤去の順番に行われる。標識の工事を施行するにあたっての資格として、全国道路標識、 表示業協会による登録標識機関技能者や道路標識設置、診断士が存在する。標識の返上は、事故や腐食による損傷、劣化や食性、汚れに伴う死人性の低下が挙げられる。すべての道路付属物は安全かつ円滑な交通を保ち、 第三者被害を及ぼしかねない返上を的確に把握して計画的に補修するための基礎的な情報を得るために点検が欠かせない。特に門型柱で設置されている道路標識はそれ以外の設置方法の道路標識よりも綿密に点検されるよう取り決められている。そして道路標識の管理者は標識が常に良好な状態であるように配慮しなければならない。 この時、管理を円滑に行うため、道路標識台帳を用いて、道路標識の管理を行うことが望ましい。ただし、道路標識の点検を行う際に、人員不足が課題となり、各々の標識の状況を十分に把握できない、問題も発生していた。この問題点を解決するため、ドライブレコーダーで得られた映像から位置を特定して、 自動で道路標識台帳を作成し AR を用いて維持管理する技術が開発されている。腐食に伴う耐久性の低下に伴い標識板の落下や支柱の倒壊の事案が発生している。このような事案を防ぐために点検時には支柱基礎部の腐食やボルトの緩み、標識板と支柱量の接合部の腐食及びボルトの緩み、 曲柱の支柱曲部の亀裂の存在などが重要な確認事項となる。標識板の落下を防ぐためにボルトナットに加え、ワイヤーで標識板を接合する事例も増えている。さらには、標識柱の倒壊を防ぐため、地際部分にアラミド繊維や二重構造を採用したケースや柱の内部に鉄筋膀胱を入れるなどの対策も取られている。 維持管理費の削減とした根本的な対策として、必要性のない道路標識の新設抑制や撤去、維持費が節約できるタイプの標識へ切り替えることもある。標識板が汚れた場合の清掃作業は、きれいな水を吹き付け、洗浄剤を使用して、表面を洗浄し、最後に、空拭きの順番で実施される。この時、標識板表面を研磨しないよう注意しなければ、 なならない現在の案内標識の役割を担った、同票日本では、明治時代以前から、街道の交差点に、同票が設置され、旅人に利便を与えてきた。この、同票の発生は、庶民の経済力が増し、行商、産経巡礼などが広く浸透した江戸時代と言われている。記録されている中で最も古いとされる同票は1672年に、 設置された兵庫県川西市にある道標である。行き先は自社道や当時道を指すことも多く、供養塔としての役割も兼ねて混流したものも存在したため、道標は単なる道路標識にとどまらずに宗教性を帯びていたものがあったとされる。明治に入り馬車、荷車、人力車などが街中を盛んに往来し、各地方ごとに様式が異なる縦札。 警察が設置されていたが、1899年6月に、警視庁の通達で、道路標識の前例となる警察の様式が、例示された。1908年9月には、警察犯処罰例で警察などの標識類を汚損、破損してはならないと規定された。香川県高松市に残る、道路警戒表。戦前から戦後にかけて使われた1950年の、 道路標識例改正以前もの。日本で最初に統一されたデザインによる道路標識が設置されたのは1922年のことである。これに先立ち1919 19年には初めて道路標識が道路の付属物として規定されている。大正時代、道路交通の乗り物として日本で普及していった馬車や自動車による事故も起こるようになり、 交通の円滑を図るため、案内、警戒標識の2種類の日本全国統一の道路標識が制定され、行き先案内や注意を記した看板が設置され、始めた。1934年に東京府での交通事故の増加に際し、警視庁が交通標識統一に関する件として8種類の道路標識を定めた。警視庁が定めたものは全国で普及し、 内務省では統一化を図ろうとした。1942年に内務省令により道路標識令が施行されると、様式はヨーロッパに習ったものとなり、新たに禁止、制限、指導標識の3種が追加されて、道路標識は全5種類となる。その後、太平洋戦争中は金属類回収令に伴って、 金属製の道路標識は改修の対象となった。1960年施行の標識例では廃止となった警戒標識注意。1950年の道路標識例改正後によるもの。太平洋戦争の敗戦によって日本はアメリカの統治下に置かれたが、新中軍からの命令は道路標識にも及んだ。1947年には新中軍が 市街地の地図を作成し、それに伴いアベニューやストリートの標識も設置された。一方で終戦前から定められていた道路標識は既存の様式に金などの文字を補って道路利用者がわかるようにし、新中軍の車両にも意味を明確にさせるため英文の補助板を併設するなどの暫定的な措置が取られた。この結果、 日本国の法律に基づいた標識と新中軍が設置した標識とが道路上で乱用することになったが新中軍が設置した標識は1952年に姿を消すこととなる。1950年戦前に制定されていた道路標識令が改正され各種類の道路標識は大幅に見直しされて現在の道路標識に通じる。 基本的な構成が確立される。この改正に伴って、全国でまちまちだった標識の統一が進むこととなる。従来の制限標識は、指導標識に統合されて、指示標識が新たに制定された。さらに、この当時の日本は、アメリカ占領下の状況にあったため、道路標識の多くに、ローマ字や英語による兵器がなされた。この時の禁止標識、 制限標識、指示標識は長方形型で、上に日本語、下に英語で標識の意味が示された。この様式は、道路標識の意味が理解されやすいという意見と、複雑なため視認性が悪いという意見で、賛否両論であった。この様式は、世界でも類を見ないものであり、国連標識に準拠した改正が行われるまで、全国にこの様式が普及することになった。 規制の時間、対象、区間など、明確に伝達するため、補助版が新設されている。警戒標識は、米国の影響で様式が赤枠の正三角形から、黄色のひし形に変更された。その他の危険の前進となる、警戒標識の、危険、注意には、英語の、danger、コーションが併記された。案内標識も、同様に、ローマ字、英語併記も、 すべて大文字で表記され、市町村や駅は C、T、V や STN と特徴的な略記がなされた。1960年になると道路標識令が廃止されて、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令が施行される。案内、警戒標識は一部廃止されたものがあるものの、そのほとんどは変更なく、従来標識が継続使用され、 禁止、指導標識は統合されて、規制標識となり、現行の案内、警戒、規制、指示標識の4種類の形となった。その3年後の1963年3月に、標識例が改正され、道路標識自体が一新された。交通規制の増加や高速道路の建設によって、遠くからでも見やすく、わかりやすい、道路標識が必要となったためである。 振動路標識はできる限り記号化し、国連標識を尊重しつつも、従来の標識の記号も生かす方向で改正された。標識の分類と形状を一致させ、規制標識は円形、または四角形、指示標識は四角形、一時停止、助行は逆三角形、横断歩道は五角形を原則とした。これにより、 従来の英語兵器も廃止する大幅なデザインの変更が行われ、現行標識のような様式となる。1961年5月に高速道路調査会で標識分科会が発足され、高速道路の標識について研究、開発が進められた。その結果、1963年7月には日本初の高速道路である。 明神高速道路の立東甘笠間の開通に伴って案内標識に高速道路用標識が新たに追加された。その後、東名高速道路や中央高速道路の開通時にも標識の再検討が行われ、1967年11月に標識令が改正されたことで高速道路の標識体系が一応完成したと言える。 1971年の標識例の改正では、案内標識の大幅なデザイン変更がなされ、1950年から制定されてきた通称、白身と呼ばれる白地に黒地、または青地の案内標識は、地色が白から青のものへと変わられ、ローマ字、英語兵器が一旦廃止された。これにより、日本のすべての道路標識は原則日本語表記のみに変わった。 その後、社会の変化により、国際化が叫ばれるようになると、それに対応するため、1986年の標識例改正で、15年間制定されてきた、ローマ字兵器のなかった案内標識について、ローマ字、英語兵器が復活し、現行のデザインへと、大幅な変更がなされた。2020年東京オリンピック・パラリンピックに伴う、 インバウンドに備え、一時停止や助行の標識に英語併記された仕様が追加され、さらには会場に近い首都圏で先行して行われてきた案内標識の英語表記の統一を全国的に実施する方針である。今後、全国にある道路標識をデータベース化してカーナビゲーションシステムとして現地に即した標識を社内で表示し、路上にある。 道路標識を撤去することも検討されている。自動運転が実用化された場合、標識の情報は車載カメラから受け取る方法と、道路インフラが発する情報を受信することが考えられている。対象11年内無償例による道路方向表の例、白身の一種である初代の方面、方向及び距離、最高速度の 背面板付き規制標識高速道路番号が記された方面及び距離ストップが平記された規制標識一時停止。ありがとうございます。